アンダダを倒した二人は船に乗り一路アグナンダ地方に向かった。第二部、海の戦士マッコー。マッコーは一人パズルの訓練をする。しかしすぐにはまる。はまったマッコーはメスマッコーに嫌われる。それでもマッコーは突撃する。